高周波の電磁パルス発生。減圧帯注入。ダメです、レベル下がりません。空間融解が始まっています。それやなこ、これ以上は無理です。退避してください。なぜだ、空に、なぜ私の声を拒むのだ。お父様、エリスは黒い影の方が本来のメフィレス。あれがメフィレス。逃げるぞ。二手に分かれよ。僕はメフィレスを追う。分かった、イブリースは俺に任せろ。待て、これで奴やってんだ。さっさと逃げろ。これは我が王家に伝わる意志を持つ炎。このままでは伝承にある炎の災厄を呼び起こしてしまう。我が王家に伝わりし因果の炎よ、王家の魂と共に眠りにつきたまえ。いい子だエリス。そう、何があっても泣いてはいけないよ。涙はお前の中の炎を呼び起こしてしまうから。何があっても泣いたりしない立派な女王になり、そして幸せに生きて。うまくいったのか。ああ、そっちは。うん、炎は封じられたぜ。ちゃんとな。置いていくのか。ああ、
いずれどうなるかは分かっている。帰るぞ。ああ。カオスコントロール。ブレイズ、何を見てきた？イブリストリガーはソニック・ザ・ヘッジホッグじゃなかった。そう、ね、聞きました。ちょっとさ、エリちゃんみんなさ、やけに騒がしいな。何でもこの国の王女がドクター・エッグマンの脅迫に応じて単身向かっていったらしい。まさか、奴の狙いは封印されたイブリース？